18世紀ハワイのタッパタパウチタパは、オセアニアのポリネシア、メラネシア、ミクロネシアで伝統的に作られる樹皮膚である。折る工程がないので、不織布に分類される。樹皮膚は一般にタパと呼ばれるが、競技にはタヒチトウキンボウのマンガレワジまでの故障であり、地域によって様々な呼び名がある。カパ、ウガトゥ、マシ、シアポ、タッパヌノとも称される。原料には、 クワカのカジノキ、パンノキ、イチジクなどが使われるが、カジノキが種である。カジノキは移民の栽培に伴い、ポリネシア全域に広がった。タパは製作道具を含めて植物性で劣化しやすいことから、高古資料に乏しく、その起源を断定することは難しいが、ペルーで発見されたタパの断片はおよそ紀元前4000年前のものと言われている。日本の小僧院には、 木綿と呼ばれるタパが伝存しており、平白として用いられていたと見られている。フィジーやポリネシアのタパは、おおむね以下のような工程で作られる。木から樹皮を剥ぐ。水にさらして、柔らかくする。ヤスリで表面を削り取る。タパに使うのはない日である。棒で叩いて伸ばす。天日で乾燥させる。大きいものを作るなら糊で繋ぎ合わせる。乾燥させる。 型染めなどによって染色を施す。ニューギニアなどメラネシアのタッパは接合することがなく、一本の樹皮から一枚のタッパを作る。また、彩色は士族に伝わるモチーフや模様を手書きによってセブンする。ありがとうございます。